じゃじゃーん、スカイブループリンだよ。見てて涼しい感じがするでしょう。このプリンはね、材料にソーダを使っているの。ソーダを使ってるのにプリンみたいな食感になるのが不思議でしょ。まあプリンなんだからプルプルしてて口の中でとろけないといけないよね。今から私が実際に食べてどうなってるかを確かめるよ。それじゃあいただきまーす。すごいすごい、ちゃんと口の中でとろけて、すごい、プリンになってるのにソーダがちゃんとパチパチしてるよ。やっぱりソーダで作って正解だよ。すごい爽快感のあるプリンになってる。それにさっきも言った通りとろけるからただの爽快感じゃないの。なんて説明すればいいかな。全く新しい感覚だからちょっと難しいかも。上品な爽快感？ごめんね、例えが下手で。でもこれ自体は大成功だよ。スカイブループリンってスプーンでつっつくとプルプル揺れるの。どう？かわいいでしょ。美味しくて可愛いなんて素敵なデザートだよね。一つ聞いてみてもいいかな。お醤油ってしょっぱい方がいい？それとも控えめの方がいいかな？濃くて辛い方がお醤油って感じがするけど、控えめなのも悪くないよね。健康のことを考えたら薄口にして塩分は控えた方がいいし。そうだよね、塩分の取りすぎは体に悪いって言うし、私も気をつけなきゃ。やっぱりシロップをかけた方が美味しいかな。あ、でもジャムもいいよね。悩んじゃうよ。雨の音を聞くのは好きだけど、ずっと聞いてると眠くなってきちゃうの。あの屋根を叩く音って眠気を誘う効果があるよね。出ちゃって冷たいものを飲むとヒリヒリするの。まあそれはさておき、硬さを調べるイオンパンチ。いた。強く叩きすぎちゃった。失敗失敗。でもこの通りカンダタダダン。ああもう言いにくい。カンダンタダン干渉版はしっかりとしてるよ。そう言ってもらえると助かるよ。また舌を噛むのは嫌だったしね。とりあえずこの板、今叩いて分かった通り強度は十分だよ。
これなら安心して外壁として使うことができるね。できて嬉しいな。着てみたい服？ちょっと悩むけど、どうせ着るならやっぱり動きやすいのがいいかな。こうゆったりしてるか、布が少なめなの。あとスカートよりはパンツの方がいいかな。スカートはその、見えちゃいそう。気持ちよくわかるよ。さすがに一日中パジャマってわけにはいかないけど、やっぱり楽なのがいいよね。今ぼーっとしちゃってたよ。途中まで考え事してたんだけど、何考えてたんだっけ。こういうのってなんか気持ち悪いよね。材料はこれでいい？うん、任せて。準備ができたら行ってくるね。ねえ、少しだけいいかな？ごめんね、忙しかった？今からちょっとお出かけするから、そのことを伝えておきたかったの。なるべく遅くならないようにするから、心配しないでね。それじゃあ、行ってきます。
着いた。今いる？お出迎えしてくれるなんて思わなかったからすごく嬉しいよ。とその前に、ただいま。待っててくれてありがとね。こうやって挨拶ができる人がいるってこんなに嬉しいことだったんだね。それじゃあ荷物の整理するから戻るね。してればきっと上手になれるよね。これを作るの？もちろん。その代わりちゃんと応援しててね。あっ見られちゃった。こういう作業は好きだけど、歌いながらやってるところはちょっと見られたくなかったかも。こういうのは女の子らしくないっていうのは分かってるから気にしてるんだよ。こういう作業は大好きだからつい気分が高まっちゃうよ。あなたと一緒に作れたらもっともっと楽しくなるのに。私、包丁って一本しか持ってないの。やっぱりお肉ならお肉用、お魚ならお魚用の包丁を用意した方がいいのかな。昨日から口内炎ができちゃってて口の中が痛いの。果物とかお野菜、もっとたくさん食べないとダメだね。あなたとお話ししてるだけですごく幸せな気分だよ。これは頭は少し強めに撫でられるのが好きかも。くすぐったいよ。もう一回。撫でられちゃった。褒められちゃった。気をつけて行ってきてね。